はい、日本ボレートの才川でございます。今日はボロンデガード既存についてお話を差し上げたいと思います。要は、すでに建っている建物に対して放散処理ができるというお話なんですね。今、お住まいのマイホームにですね、再処理不要の白井対策ということで聞いていただければと思います。まず、今すでにもうお住まいのこの建物は、まあ断面にするとこんな感じでしょうか。断面にしましてね、床下への防腐防偽処理、白井対策っていうのはイメージできるかと思うんですけど、まあ要はこういうことですよね。床下へ薬剤膜。これね、放散でやれるんですよ。で、さらに、実は床上もできるんです。床上もシロアリ対策ってあんま効かないかとは思うんですけど、これが大きな特徴になります。床下も放散処理ができて、床上も放散処理ができます。床下についてはですね、まあ、イメージはしやすいかと思いますけど、床下に潜ってね、放散処理をします。まずは床下を見ていきます。まず我々が床下に対してご提案したいのは、こちら。水抜き穴。セパレート金具の腐食した後、配管周り、シロアリが侵入してくるところがあります。シロアリが侵入してくるところに対して、ボレートシール、ボレートフィラーを提案したいんです。シロアリ侵入経路遮断処理と言っています。このシロアリ侵入経路遮断処理、例えば古い建物ですと布リソが多いかと思うんですね。布リソについても、防湿コンクリートを、ね、打ってやれば、その際からシロアリが上がってきたりですとか、ひび割りがあればそこからシロアリが入ってきます。ここをシロアリが通れないようにする、こんなところをですね、ご提案しています。まず、こちら、大きな穴が開いている床下がありました。ボレートフィラーで塞ぎたいなって思うわけですね。塞ぎたいですよね。シロアリが入ってきちゃいますもんね、残しておいたら。その脇に、あれ?セパレート金具が腐食したトンネルがあるな。こちらも塞いでおきたいですよね。ボレートシールで、処理をしている絵になります。で、こちら、布基礎のね、立ち上がりと、防湿コンクリートのこの接しているところ、際のところ、ここはシロアリの侵入経路になるんですよ。隙間があるので、ここ、軌道が上がってますよね。シロアリが今、土台に向けてトンネルを作っているところなんです。こちら、上まで行ってしまっている。で、こういったところを残しておきたくないので、こんな風に、ボレートシール、ボレートフィラーを使って穴を塞ぎたいんですよ。侵入経路を塞ぐ、この工事は、まず初めに提案したいです。ただもちろん予算的にどうかっていうところもあるかもわかりませんので、まあ、その辺はご提案させてもらいます。配管周りや木材、で構造材に放散処理をするご提案をさせてもらいます。これがまず第一ですよね。床下からね、シロアリが入ってくるんであれば、木材にたどり着かれても必ずシャットアウトしたい。ただ侵入すらさせたくない。だからボレートシールというものを処理しておくと。シロアリ侵入経路遮断処理をしておくと。床下についてはこんな感じですね。まあ、イメージしてもらった通りかとは思います。次に床上への放散処理を提案させてもらいます。床上への放散処理っていうのは、実はこれ、放散の微粉末を撒いてる写真なんですよ。微粉末って一体なんだ?こちら、放散の水溶液になってるものです。ね、水溶液になってるものなんですけど、水溶液にする前のものが、放散の石でしたよね。石を微粉末にして、ここに今入ってるんですよ。もう本当のこう、片栗粉を細かくしたようなものだとイメージしてもらえればいいと思うんですけど、まあこれをエアコンプレッサーで、飛ばしていきます。床下、壁の中、小屋裏。または、1階と2階の懐なんかにも、エアコンプレッサーで放散の粉を飛ばしていきます。これをすることによって、人が入っていけないような、小さな小さな隙間まで放散を送り込んでいきます。放散をどんどんこう送り込んでいくことによって、昆虫しか通れないような小さな隙間も生息しづらくなっていくというのがこの工事の、まあ、大きな特徴になります。昆虫が生息しづらくなるっていう認識でよろしいかと思います。で、これをですね、させてもらうと、サンプンってか散らす粉ですね。まあ、英語で言うとダスティングっていう表現をするんですけど、ダスティングをさせてもらうことによって、昆虫は這いずり回って、生息しづらいのでですね、まあ、生き返っていくと。もしくは子孫を残せなくなるというところでしょうか。で、この工事なんですけども、我々はシロアリ対策でご提案させてもらってるんですけども、アメリカではゴキブリ対策でされているような工事になります。いや、日本ではシロアリ対策でさせてもらってるんですけども、アメリカではゴキブリ対策ということで、まあ、効果的面というふうに私聞いております。まあ、実際そうなんですけどね。まあ、シロアリもゴキブリもグルーミングという行為をします。手足にくっついたものをゴキブリはこう舐めます。手足にくっついた放散を舐めてくれるので死んじゃう。まあ、説明できますね。シロアリは体中についた放散を舐め合って、放散を摂取したいですとか、そもそも木を食べに来てるんで、木を食べに来ると、放散がそこには処理されてると。なんで、食べて死んでしまう。っていうことが説明できるんですよ。じゃ、これを我々は、ボロンデガード既存。ということで、ダスティング処理っていうね、まあ、工事としてご提案をさせてもらっております。はい。なので、既存住宅につきましては、床下も、床上も、放散処理ができます。床下は、木材への、構造材への放散処理を行う。に加えて、
シロアリ侵入経路遮断処理、シロアリが入ってこないようにね、穴を塞ぐというようなことを床下でやりまして、床上、小屋裏、壁の中、そして、1階と2階の懐とか、まあ、もちろん床下なんかも放射の粉を撒いておくことによって、不快害虫がですね、生息しづらい環境を作り出すということを行っています。なお、壁の中の処理っていうイメージでですね、よくいただく質問なんですけども、断熱材があってできないんじゃないかっていう声はいただきます。そうですね。断熱材があるところについては、そもそも隙間がありませんので、放散、ダスティング処理をしても、まあちょっといかないかなとイメージできます。ただ、内壁については、断熱材ってあんまり聞いたことないんですよね。なんで、内壁については、コンセントボックスを開けたり、スイッチプレートを開けたり、ね、そこから放散を吹き込んでいって、隙間があれば入ってきますし、隙間がなければ、まあそこ止まりなんですけども、できる限りの工事をさせていただいて、放散、ダスティング処理とさせてもらっています。はい。ここまでボロンデガード既存についてですね、お話を差し上げましたけれども、これからね、検討される皆さんに少しアドバイスをさせていただきたいなと思います。シロアリってあんま見たことないと思うんですけども、まあ床下にこう、軌道を作って、シロアリくんがこう、軍隊をね、作って上に行ったり来たりするわけですね。その後、土台はボロボロになって、ね、柱もボロボロになってる。ただ見えないところですよね。見えないところって本当に置かないなと思うんですよ。例えばこちら、まあ参考程度に見てもらいたいんですけど、壁を開口しましたら、まあ、シロアリの巣ができていたという、まあ、映像なんですけども、こういう現場も実際あるわけですよ。地震が来た時にどうかなと。ね、大きな地震が来ると、倒壊の恐れだってあり得ますよね。ね、そんなことが一切ないようにね、できる時にシロアリ対策やるべきなんですけど、よく考えてみてください。合成殺虫剤で効果が短いものを使うと、もう繰り返し繰り返しやらなくちゃいけないとか、そもそも壁の中って何もできないじゃないですか。なんで、こういったことも十分あり得るわけなんですよね。でも、放散処理でやらさせてもらえるんであれば、放散処理をしたところっていうのは、シロアリ対策、腐れ対策にもなっていくわけですよ。で、その効果はずっとになりますので、いかがでしょうかね。これからシロアリ対策考えられるときにですね、一度、床下への放散処理と、床上っていう表現しましたけども、屋根までね、壁の中だったりなんかも放散処理できたら、まあ、非常にね、安心して住んでいけるのかなと思います。どうぞその辺のご検討もよろしくお願いいたします。それでは今後もですね、いろいろ情報発信してまいりますので、YouTube への、日本ボレートへのチャンネル登録の方をお願いいたします。また、虫が万が一出てしまった時にね、これシロアリって、ね、慌てふためいて、シロアリ防除業者さんに電話をするんではなくて、まずは写真を撮っていただいて、動画でも結構です。この虫何っていうサービスやってます。この虫何っていうのを LINE 登録していただければ、日本ボレートの公式 LINE がありますので、そこを登録しておいていただければ、そこから情報をください。我々が、これシロアリですね。じゃあこうした方がいいですよってアドバイスもさせてもらいます。ね、もちろん再処理不要の放散処理もね、適宜、こんな感じでできるんですけどっていうのも情報をね、お伝えしますので、どうぞ、YouTube へのチャンネル登録と、LINE のこの虫何、そして、ホームページやブログなんかでも、様々な情報を発信してまいりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。では、本日はこの辺で失礼したいと思います。どうもありがとうございました。